ちょっと無理。今回は信長の野望大使実況していきたいと思います。前回は包囲網を突き崩しつつ無駄に終わりまで攻め込んだところまで。やりすぎたのは反省しているよ。あれは少しなぁ。いけると思って攻め込んでしまったね。まあ、今後他から攻められなければどうということはないけどなぁ。そうだね、斉藤家は今川家がボロボロにいてるから。西の旗の家と六角家には気をつけておきたいね。正直、武田家の動きが気になるところではあるよなぁ。今川家とは仲良くできそうだけど、武田家は攻める先がなくなってしまっているからね。うちに来るか、今川家に行くかしかないからなぁ。そこあたりも備えておきたいところだね。今川家がまだ頑張ってるなぁ。どこまで確保するつもりかな？摂斎さんが頑張ってる。織田家を吉本が、斉藤家を摂斎が攻めているんだよね。ここで包囲網全勢力と講和成立。東部にゆっくりできそう、と思ったら周りは騒がしいなぁ。ここは当然の不参戦だね。やりたいなら勝手にやってろ。武将を取られるのは痛い気もするけど、足利家はそこまで大きくないからいいかな。てか、帰宅させるの忘れてた。と思ったらなぜか九州に飛んだし。何かのバグかな？守りやすい島で負けたか。危険度で考えたら足利家より今川家だから織田家が吸収される分にはいいかな。あ、丸森伊達家が小さくなってる。いつの間にか南部家と一戦したようだね。少ないとはいえ、丸森伊達家が南部家に吸収されるのは好ましくない気がする。なんとかしたいけど、武田家との同盟が切れたんだよね。また一つ懸案事項が。ご命令を。兵数は多いな。後で確認したら国力は第2位だったよ。それが丸森伊達家吸収したらさらに大きくなるよな。武田家は危ないけど、単独なら対応のしようもあるかな。となれば、予防的な丸森伊達家攻めだな。そうしよう。丸森伊達家に宣戦布告。大義は我らにあり。斉藤家は敵か。旗の家もだね。助立ちいたす。あいつらは後で何とかしないとな。あれ、武田家も味方になってくれた？確か味方で参戦してるうちは宣戦布告できないよね。確かね。なら丸森伊達家攻めてる間は安全か。これはありがたい参戦だね。丸森伊達家の城数が少ないので全て同時攻略を目指すよ。瞬殺してた勢力の介入招かないようにしないとな。兵糧面でもできる限り早く終わらせたいしね。それに同時に攻めれば場外決戦以外は仕掛けれないでしょ。野戦なくなるだけでもいいということか。そうそう、睨み合いはする気ないけど楽に勝てるならそうしたいからね。いつも通りだいたい1万程度の軍勢を大量生産。我に続け。一気に攻め込めー。六角家が攻めた？当然の不参戦だよ。いらない手伝いさせられたくないからな。丸森城で迎撃する体制かな。まずは丸森城で少数の伊達勢を撃破。集結に向かう途中だったかな。次は渡り城。ここでも粉砕。出だしは好調だね。その渡り城はそのまま攻略。兵糧の心配はないけど、いらなくなった軍勢はどんどん帰宅させるよ。50万あってもなくなる時は一瞬だからな。あとは包囲して攻略を待つだけかな。南部家が宣戦布告してきた。南部家の領土は広げさせない。また武田家が味方になってくれた。ちょうどいいし、この機会に南部家を滅ぼそうか。東北の米収入もいただいてもいいかもな。攻めてきたのは南部家だしね。覚悟は完了してるはずだ。というわけで、追加で細かいのを動員しまくって南部家を細らせていくよ。すべての城を同時に攻められたら対応できないだろうからな。そういうことだね。まだ戦ってたのか。ここまで戦ってるなら滅ぼすまでやればいいのに。この志。騎馬隊を強化してくるか。南部家の馬保有量が気になるね。織田家が滅んだか。武将が惜しいけど、まあ、いいか。かなりの数集結中だし、まだ丸森伊達家を攻略中だしで大忙しだ。勝ったぞ。水谷勢が八城を攻略したね。正直、丸森伊達家に構ってる余裕がないんだよな。あとは城を攻略するだけだしね。
いざ参ろう。とにかく手薄な城へ攻撃をして集結を妨害していくよ。大勢力がやる手じゃないけどな。姑息な手だけど、それなら自分たちも領土増やしてやればいいだけだからね。まあ、そうなんだよな。敵が我が領内に向かっております。南部家も攻勢に出てくるか。誰かが守りに行かなきゃないけど、もう何がなんだか把握できてないんだよな。数が増えると誰がどこに向かっているかわからなくなってね。甲州金はまだまだ元気。この心だし、南部さんもやる気だな。待機する。お庭さんが陸上攻略した。これで丸森岳は残り2城かな。ぽいな。かたじけない。集結が完了した部隊が増えてきた。どんどん浸透させて対応力を奪っていこう。ただサケインさんが邪魔くさい。七魔城と寺池城付近で妨害されてるんだよね。戦えるだけの軍勢がいないんだよな。みんな小ぶりだからね。行くとするか。誰かが玉砕覚悟で突っ込むしかないかな。そうしないといつまでも邪魔されそうだよな。問題はどの軍勢でやらせるかなんだよね。貧乏くじ引くのは誰かな。待機せよ。南部家も小ぶりなの用意してきてるな。こちらの兵数に合わせてきた可能性もあるけどね。出陣だ。宇治政が元服した。そこそこの能力ではあるんだけどね。まあ、二代目的な能力だよな。姫も来たか。名称持ちの姫とは。南部家との戦いはまだ境界線上での小競り合い中。どこかが抜ければ一気に崩れるはずなんだけど。八丈攻めてたのは撃退した。この程度じゃ喜べないね。森宇治さんが丸森城攻略したけど、それは丸森伊達家なんだよね。まだ滅ぼせてなかった。これはそこそこ大きな戦い。問題なく撃破したね。これでなんとかなるかな。天粕勢はそのまま鶴ヶ丘城攻略。一気に出羽を駆け上ろう。港城までよろしく。貧乏くじ引いたのは高木勢だった。まあ少しは減らしたかな。もう一声ではあったな。今度は真室城で城外決戦。負けるわけにはいかない。進出城攻略はなし。普通に集結中だったんだね。妙後ろの兵が逃げた。これで前線にようやく穴が開いたかな。そう言いつつもかなり浸透していってるけどな。我が勢は雫石御所だね。途中の城は攻略に向かってるからな。南部家の動きがどうなってるんだろ。この城、我らが山形城をようやく攻略。結構長い間包囲していたね。だなーって、丸森伊達家は滅亡。そこそこな武将が手に入ったね。と言っても今回手に入れた城は全て農業用。城兵はゼロにして米生産基地になってもらう。兵糧収入はいいんだけど、その分消費も大きいからねー。寺池城攻略。この城、いただいて。ここで六角家が旗の家に攻められた。不参戦と思ったけど六角家に味方しておくよ。中央での味方作りはしておかないとな。速攻で兵貸せってか。まあ当分動く予定ないから無償で貸してあげるよ。恩は後で返せよう。片付け。次の攻略は誠室城。城が少ないから攻略が始まると一気にいけるね。え、大地震備えしてたっけ。唯一してない備えだよ。大被害だ。これはひどい。地震への備えはきちんとしておかないとな。一回来るかどうかの災害だからさ。南部家がどこまで反撃に来るのか読めなさすぎる。正直右往左往してる感じだからね。あ、伊沢城忘れてる。壊滅した高木勢が攻める予定だった城だね。
集結中のところに突っ込んだ模様。何個か部隊はやられたけど問題なしかな。白攻めに問題なければいい。今度は高志頭上付近で粉砕した。これでどうなるかな。高志水上攻略だ。すごいところをいきなり獲得したね。飛び地もいいところだ。今度は日照り。地震に日照りと今年の兵糧収入は壊滅的かもね。不作間違いなしだからな。今度は旗の毛が宣戦布告されたか。旗の毛側について思うっておこう。反撃する姿勢は見えているな。一個での戦いは勝利。クノヘ城の攻略には繋がらないやつだね。穴沢勢はどこ包囲してたかな。安田隊は休んでな。角の盾城だな。なんとか撃退したけど角の盾城を攻略したら帰宅だね。また穴沢勢だし撃って出てきたようだね。この勢いなんとか勝った。誰にも止められねえ。のでかくの盾城攻略。また飛び地になったけど繋がるはずだよ。どんどん攻略しろ。明かりごとなきまずは横手城だな。滅びるがや。続いて港城も攻略。ではの制圧も近いね。続いて花巻城攻略。天下線になって面になりつつあるね。もう南部家に抵抗する力なさそうだな。高校の憂いをなくすべくそのまま攻め滅ぼすよ。ここで宇治安さんが宇宙短大を自称。この城我らがもらい受け。特攻略。もう残すは陸奥と蝦夷だけだね。南部家が一瞬で崩れるとは驚きだ。前の南部家攻めもそんな感じだった気がするよ。野辺地城攻略して。もう攻める城がないので攻略した部隊は帰宅になるよ。もう終わりかけか。残すところあと5つだね。今度は欧州短大か。関東管領自称してたっけ。忘れたな。で、石川城攻略して残り4つ。かたじけない。天粕勢もご帰宅。春信さん攻めてくるかと思ったら武田家主導の包囲網だった。まさか武田家が包囲網を仕掛けてくるなんて想定外だったよ。参加勢力はこんな感じ。味方してあげた六角家が不参加だね。六角家とはずっともになれそうな気がする。ということで第三次北条家包囲網が敷かれたところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。